皆さんこんにちは、猫背のアジト理学療法士の小峰孝明です。今日は膝立ちになって行うストレッチポールエクササイズをご紹介いたしますので、ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。それでは膝立ちの状態から右足を一歩前に出します。出した右足の内側にポールをセットしていただいて、ポールの上に両手を乗せましょう。このままぐーっと前に体重をかけていきながら、後ろ側にある左足のももの前を伸ばしてあげてください。この時体が前傾してしまったり反り腰にならないように、しっかりとここを伸ばしていきましょう。呼吸は止めずに、あと10秒。今度前にある膝を伸ばしながら重心後ろに持っていき、右のももの裏ハムストリングスを伸ばしていきましょう。いい伸びを感じられると思います。余裕がある方はつま先をアップしてもらうことで、ふくらはぎの筋肉にもストレッチを感じられると思います。あと10秒。では今の前後の運動を5往復繰り返してみましょう。重心前に持っていき、左足のももの前、後ろに重心を持っていき、右足のももの裏側、2回目前に持っていき、左足もも前、重心後ろに引きながら右のもも裏を伸ばします。3回目、重心前に持っていき、左足もも前、重心後ろに持っていき、右のハムストリングスの伸長です。重心前に持っていき、左のもも前、後ろに持っていき、右足もも裏を伸ばします。ラスト1回、もも前ですね、重心前に持っていきましょう。後ろに戻して、ではゆっくり中央に戻していただいたら、今度ポールの位置を体の外側、真横に持っていきましょう。そして右手でポールを支えてもらったら、左手万歳、そのまま左手横にぐーっと倒していきながら脇腹を伸ばしていきましょう。このポジションで10秒キープ。できるだけ手を遠くに伸ばそうとすることで、より脇腹が伸びていくと思います。今度は万歳したところから横に倒して戻す枠をゆっくりと5回いきましょう。手を天井方向にぐーっと伸ばし、右側に倒していきましょう。息を吸って戻して、2回目外に倒します。戻して、3回目、左手を右側に倒す。戻して、4つ目、戻して、ラスト5回目。 OK です。では楽にしていただいて、今度はポールの位置を体の後ろ側に持っていきましょう。そして左手は右の膝の外側を触れるようにしていただいて、ここで手と足でグッと押し合うようにして体を保持していきましょう。そして右手側を見るようにして体を右にねじったポジション。この状態で20秒キープ。いける方はさらに後ろ方向に向いていきましょう。OK です。ではさらにですね、このポールのポジションをぐーっと後ろ側に持っていきながらツイストするバックを5回ラストいってみましょう。息を吸って吐きながらツイスト、戻して、吐きながらツイスト、吸って戻す。3回目、ツイスト、戻して、4回目ツイスト、戻して、ラスト5回目。はい、結構です。
続いて反対側行きましょう。左足を一歩前、左足の内側にポールをセットしていただいて、ストレッチポールの上に両手を乗せましょう。このまま重心少し前に持っていき、右のももの前のストレッチ10秒間いきましょう。反り腰になったり体が前傾しすぎてしまうと、ももの前が伸びづらくなりますので、骨盤をしっかりと立てて、ももの前のストレッチをしていってください。ではここから重心後ろに持っていき、左足のももの後ろ側を伸ばしていきましょう。余裕がある方はつま先をアップ、上に上げてもらうことで、ハムストリングスから肩、三頭筋、ふくらはぎの筋肉までストレッチを感じられると思います。あと10秒いきましょう。ではこの両方を交互にやっていこうと思います。大きくいきましょう。重心前に持っていき、右のももの前を伸ばします。重心を後ろに持っていき、左のもも裏、ハムストリングスを伸長します。戻して重心前、右のもも前を伸ばしましょう。戻して後ろ、左、ハムストリングス、ストレッチです。3回目、重心前に持っていきます。重心後ろ、左のハムストリングス、重心前に持っていき、右のもも前を伸ばしましょう。重心後ろに、ラスト1回、重心前に持っていき、右のもも前を伸ばしてあげてください。ラスト後ろに引いて、左のもも裏、ハムストリングスのストレッチです。はい、結構です。ではストレッチポールを左の外側、ちょうど体の真ん中あたりにセットしてもらったら、左手はストレッチポールの上に乗せておき、右手万歳、右手を左側にぐーっと倒し、右の脇腹を伸ばして10秒キープ。できるだけ手は遠くに伸ばすように意識をしてみてください。呼吸を止めないように。 OK、 一度元に戻したら、息を吸って吐きながら倒す枠5回いきましょう。右手バンザイセットアップ、大きく息を吸って吐きながら左に倒します。吸いながら手の位置を戻し、大きく吸って吐きながら左側に右手を倒しましょう。息を吸って戻し、右手今一度天井方向に伸ばして、吐きながら左側に倒します。戻して4回目、大きく吸って吐きながら横に倒します。戻してラスト1回吸って吐きましょう。 OK です。ゆっくりと手を戻していただいたら、今度はポールのポジションをさらに後ろ方向に持っていきます。左手はポールの上でセット、右手は左足の膝外側にあてがうようにして、手と膝で押し合うようにして体を安定させましょう。体をぐーっと後ろにツイストした状態で10秒間キープです。呼吸は止めずに、吐く息でどんどんと体のねじりを深めていってください。では一度楽にしていただいたら、最後は呼吸に合わせて動きながらのストレッチです。息を吸って吐きながらツイストしましょう。吸って戻して、2回目ツイストです。吸って戻す、3回目吐きましょう。目線は左手、吸って戻します。4回目吐きながらツイスト、
ラスト1回大きく吸って吐きながらツイスト。ゆっくりと体ストレッチポールの位置を真ん中に戻してあげてください。いかがだったでしょうか。ストレッチポールは寝っ転がってねやるイメージ非常に強いと思うんですけれども、このように膝立ちの状態で体をねじったりする枠もね、ストレッチポールがあることでより効果的に実践することができますので、ぜひ皆さんねストレッチポールを引っ張り出してきてもらって、この機会にですね体のケアに役立ててみてください。この他にもストレッチポールを使ったエクササイズメニューをですねアップロードしていますので、ご興味ある方はぜひチェックをしてみてください。そしてまだチャンネル登録されてない方は下の猫ちゃんマンからチャンネル登録をお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。またねー。